乗りましょう。左の壁、左、こんな欄があったでしょうか。歴史が生まれる瞬間です。左の壁、左の壁、ダブルコークでタイトなグラブが決まっています。さらに右の壁、バターのように滑らかなダブルコークからクリーンなグラブ、お見事です。ここで同じトリックを繰り返しました。このレベルの大会では好ましくありません。左の壁、おっと、素晴らしいトリックです。大きなリスクを犯して勝負に出た甲斐がありました。大きな大きなコークとクリーンなグラブ、ここで同じトリックを繰り返しました。このレベルの大会では好ましくありません。強烈なダブルロデオに完璧なグラブが入りました。これは現実でしょうか。ただただ圧倒的。私たちはスノーボードの新しい地平が開ける瞬間を目にしたのかもしれません。彼のこのパフォーマンスは他の選手たちへの強烈なメッセージです。全くとんでもない選手です。